代表決定戦お願いします。もちろん、代表戦はですね、あくまで勝った側のプレイヤーなので、まあなんかその相方の方が頼りになるかなとかいうので相方に譲るのではなく、まあ自分自身がねそのまま2勝してチームの勝利を決めてください。虫木の後にこうやって、いやありえへんやん、ウケやん予選で、ね、そんなん後ろから勝たへんねんって。レディーゴー。しかもね俺とこでやる、おーっと奈落めくりは、あーみんなで止まる、失プレーしました、大会始まってきました、申し訳ございません。さあ味方ショットの選手は今日より嬉しそうと先ほど同様相方船のチーム、一方のユイ選手は先ほど見事な勝利を収めた日和大門教科ね、バーシャン BAM から俺はガードをして日々ダブリーガード、ガードが間に合う、レッドが届かない、そのことからシャーミーや青いもの、おっとめくって、あ、めくってないな、フェンテでガバンって、わーこれ見えない、さあ味方社長も思わず見えないって言っちゃった、そうですね、あれ見えないですね、結構 KOF 見えない攻めってあると思うんですけど、見えない時は素直に前転をしましょう、見えないものは見えないんでね。さあシャーミーシャーミー青いもの、しかもシャーミー一発目の微妙にディレイをかけていた、いや青いバナって、ここでガーちゃんギャンバライガードとして、シャーミーへのリーチが長い、青いバナ入って、そっちにこれギャンバライ、バー壊したい、取りたかったな、あれはちょっとシャーミー遠い、投げ出してダブリー禁止、さあお互い前入れっぱなし、連打になって、おーっとガーちゃんしたのに、ガーちゃん貢献したのに、気づかせて掴んで AC 青いバナノリノリだこのイオリジャンプ、全てが噛み合うユイ選手のイオリ、しかし大将は裏社、あーただゲージがない、とにかくジャンプをしていく、ゲージも間もなく保るでしょう、たまる1、ここにガーキャン、ジャンプリをしてしゃがみへから追い花、2段打ち切って、さあジャンプへしゃがみへと、まずは1人と、ここで地方のダイモン、マクネ選手が相方の味方社長選手に、足でこうやってダイモン倒すんだよってネタを教えてます。せっかくチームメイトがいるんですから、どんどんアドバイスとか口出しとかしちゃいましょう、動くなで掴んで画面足をしょぐらいしろ、ちょっと怖いけどダイモンにゲージがないのがいいかな、いい当たってしゃがみ、おーっと対空気味に動くなんて言おうと思ったが、それはちょっと無理だったが、ジャンプにガーチャンして出しから禁止、振ってこのもろ手突きが裏社のダッシュを止めます、投げ空振る、天使入って裏バグ、おーっとこれは地雷バグには行ってなかった、めくる見えないが取った、当たる、あー激しくなってきました裏社、大将がイオリ対裏社、あごめんなさい今日でしたね、今日対裏社となりました、今日のゲージがない、さあ威力が高い虫木は使えませんが、浦谷翔のライフも残り4割しかないですからね、奈落ヒットしてガシジャンプから禁止に見せていこう、おっとジャンプするとシャーミーの林をプレーして、シャーミーさあ1本たまる、おっと MC は遠いと、おっ奈落ヒット、これちょっと距離値も怖いんじゃないの、 MC が出ちゃった、これは空振る、さあ殴り合いに取った、当たって動くな、あれちょっとやっていんじゃない、前へ当たる、なんだこれ DM 式、非常にプロレスチックな試合だったんですね、今のお互いの技を当て合いました、勝利をしたのがユイさんと原城と書いて明智と呼んでいいのさん、おめでとうございます。はい、じゃあ続きましてトーチカ選手となんとさんと、サバズシ880円と青さんっていう方いらっしゃいます、お願いします。じゃあ実況ね、ジャーさん敬語君風に、ズレさん、ズレさん、実況バトンタッチしていただいてもいいでしょうか。実況変わって僕が、やっていっていいのかな、ということで、やっていきたいと思います。組み合わせの方はどこチーム対どこチームですかね、トーチカなんとチーム対、サバ寿司880円と
青チーム。さあ、ちょっとご新規の方なのかな、ちょっと僕は申し訳ないですが、お名前ご存じ上げておりませんのですが、青さん、はい、ワンピー側、青が、先方、ツーピー側、先方は、南東さん、はい、南東ですね、はい、実況中ではちょっと継承略でいきたいと思います、ご了承ください。さて、キャラクターの方は、青が日本チームですね。ベニマル、今日、ライモン。はい、なんとか、いおり千鶴、表なのか裏なのかわからない量ということになっています。なかなか面白いキャラ構成ですね。さて、先鋒戦は、いおり対ベニマル。あ、これ、KOF 特有の駆け引きになりますね。ベニマルの遠距離 B、これ今振ってるハイキックですね。これがジャンプ防止技として機能するんで、いおりの攻めを返しやすい、事前に防ぎやすいって感じになります。で、まあ、そうこうしてるうちに、いおりがダメージを奪われてて、ベニマル側牽制牽制、本格ダメージ取っていく、いおりぶり、ぶっ放しで鬼焼き出して、流れを掴みたいがうまくいかない。はい、アウトも出ちゃったけど、この人、噛み合って、さあ逆転。もう一回ぶっ放すが、冷静に反撃した、青のベニマル。まあ若干グダグダながらも、ここから両者冷静さを取り戻すか。さあ、なんか攻め込まれてて、すでに画面足の千鶴、なんとか逃げ出すものの、ゲージはない。青のベニマルはゲージがたくさん。さあ、やはりぐちゃぐちゃな展開にはなってきたが、おーっと、稲妻キック、カウンターヒット、大ダメージ。40カウント残してるんで、体力の回復量はまずまず。ここからなんとの千鶴が盛り返すか。開幕音楽、すべて見えていたのか。ドクガミガードを両者様子見で、はい、88式まで決める。青側が冷静に冷静に堅実にダメージを取っていく。さあ、ちょっとなんとかはダメージ取り上げれたまま、ラウンド終了。千鶴破れる。さあ、勝利まで王手をかける、青。草薙京。お、これは裏量のようだ。裏量が、さあ、後剣後剣と打って、後方で返して、さあ、いわゆるスポツースタイルか、飛ばして落としたかったらめくりくる。さあ、ぶっ放しで切り返すが、お互いぶっ放しで応酬になる。ガードの上から、ガード確認無視か。さあ、どうなるのか。さあ、ややスローテンポながらもここで奈良くるめくりヒットしてコンボ、ワンテンポ置いた台足でまず勝ったのは青。さあ、ワンピー側サバ寿司チーム、サバ寿司青チームがまず1勝と、このチームで、あ、はい、じゃあこのまま乱入する形で、始めてください。どうやらサバ寿司が、日本チーム使うと、2人とも同じチーム使うっていうコンセプトというか、やり方っぽいですね。さあ、ここで満を持して登場するはトーチカ。さあ、キャラクターの方も毎度おやじみなのか、山崎とラッキーとバイスかなですね。さあ、最近動けるようになってきたともっぱらの評判だったが、果たしてその成果を見せてくれるのか。さあ、どまで対抗して置き攻め、しっかりぶっぱ読んでガード。さあ、サバキのアイクシマで切れていいダメージを取る。ただしかし、まだ強打がリードしている。前転丸の前でしょうか。前転ミスって前でしたが当たると、ダッシュ中に荒神から7差までもらってしまい、サバ寿司側がリード。あー、しかしまだまだ望みはあるぞ。相手にチャンコーハンがいないということは、トーチカ側も自分のやりたい動きができるはずだ。さあ、隙の大きさを把握できなかったか、ナナセに対して反撃を見せてしまう。さあ、若干ぐちゃぐちゃながらも細かく技を積み重ねてダメージを取っていくトーチカ。はい、デスバウンド当てて、バーキャンでも切り返しつつ、細かく細かくダメージを取る。
まあ、デスヒールなんか無敵対軍っぽく見えますけど、無敵時間ないんで気をつけてください。まあ、ここでベニマル登場。デカキャラにとってはなかなかしんどい相手になります。ベニマル追い返しつつ、どっかでコンボを決めて逆転したいところだが、トーチカがチャンスなかなか巡ってこない。さあ、なんか台足を出してみるものの、どうしてもタイミングが遅く、反撃として確定しない。迷惑したかったが、小足を食らって、先に対して引きずり出されたのは、トーチカ。大将、バイス。しかし、ゲージ量、爆発力ともに、バイスなら何かやってくれるんじゃないかと、そう思える状態。と言いつつも、なんか容赦ない置き攻めを仕掛けていく、サバ主。あと、これ!あー、チャンスをつかめない、トチカ。ここからはちょっと厳しいか?さあ、ぶっ放し気味にいました。稲妻キック。そのまま通ってしまって、勝ったのはサバ主。これで、サバ寿司と青チームは1回戦突破ということになります。おめでとうございます。はい、それじゃあ、ちょっと実況あれなんで、元に戻したいと思います。神実況よろしくお願いします。はい、では次行きましょう。あ、そうか、試合か。何やってんだ、クマさんと渡辺さんと、ジョルさん、前お願いします。で、次が、映画割り壮大で敵した方がいいと、ドシンキさん。ぼちぼち、始めるかのアクシズさん。あ、じゃあ、じゃんけんをしてください。あと、ちょっと前にお願いします。ごめんなさい。はい、では、1B 側が、何やってんだ、クマさんがと、渡辺さんと、ジョルさん。ジョルさんも発散がですね、ありがとうございます。2P 側が、映画は理想大で出来した方がいいとメガネ野郎さんですね。あの稲妻キックはあのハニマルさんリスペクトの勝負。今どんなんか知らないですけど。さあでは参りましょう。1回戦最後の試合になりました。すごい残り時間が25分ぐらいしかないんじゃない、これやばいんじゃない。何分だ、見えます。あ、本当ですか。あ、よかったよかった。はい、ごめんなさい、失礼しました。 1P 側のチームの1人目見ましょう。誰でしょう。ジョルさんですね。初参加いただいたジョルさん。 2P 側がアクシスさんとなりました。あと、すみません、ちょっと前の方にお願いしていいですか。まあ、もう一個の台もね、始まってたよ。イオリ、ワンピー側のジョルさんが、イオリクリス、裏クリスがアルフですね。ツーピー側の、アクシスさんがシェルミー、ほんで、キング、キョウですね。さあ、初手のシェルミーが、まずは画面足に追い込んでいく、ジャンプで上がって、ジョルさんは、バックステップユリオリで、距離を離して戦っていきます。おっと、お互いバックステップをかなり対応して距離の調整を図っていきますね。あちぎ、さあ両者決定的なダメージを入って、ないジャンプが通って前から青いバナ、おお、ゆりゆり取れるんだあれ。シェルミンホイップが入って、さあちょっとこれは試合には負けてしまうが、かなりシェルミンとしては美味しい状況。シェルミンホイップでゆりゆりは取れるっていうのはなかなか難しいだろう。出てくるのがキング、ヘアのストライクを打っていくが、開幕何かに見えたジャンプ CD、 ジャコニアキ、これは飛び越えられてしまう。エンジン、さあジャンプを、ジャンプを潰す前に通常技の潰し合いを仕掛けていくのは 1B がドルトさんのイオリ。エンジンガードして、ジャンピエ、青い花届かない、背中だからでしょうか。今日のお兄さん、これはちょっと思い切ったが、着地をしてきたところにゆっくり走って、キキブラクリ対キングとなりました。ジャンプ CD、
さあキングは伸び伸びとジャンプ CD をかぶせていっております。さあキャンプでジャンプ CD、 おっ CD シャーリー引き重ねて投げる、画面足から逃さないクリップ、トレーキックで体育取って、おっとフライディキッチ入れ替わった、おおエンディーパソってシャーミーで潰したよ、キングもシャーミーで潰した、トレーキックが、あーシャーミーで割れ、最後はシャーミーで暴れて、ジョルトさんがリーチをかける、まあ大将今日ビッキャラですが、あタッチ CD は前線から反撃食らっちゃうよ、 BA から鬼焼き、ジャンプ CD、 ジャンプ CD、 ジャンプ CMB、 ボディ、これはボディに届かないところからジャンプ CD、 ネット空振りをしてしまったがガードが間に合う、スライディングガードして、ジャンプ CD、 あー空対空ジャンプ CD に負ける、シャラビーキンビーからの獅子はガムだが、シャミでぼかして、おーっとちょっとめり込んだがスライディング、おにやきここにガーキャン、ジャンプやってシャガミシーで拾う、1本目を取るのはジョル選手ですね、では代表、失礼します、対象戦、何やってんだクマさん、あと渡辺さんとメガネ野郎さんですね、お願いします。さあ、メガネ野郎ことジャーはチームメイトの分も今から2勝しなくてはいけない、2勝のために取る選択肢はアドバンスト、ちょい一方の 1P 側の渡辺さんはレアキャラハイデルン・ブライアンを使っていつもバッタバッタと今日イオリを倒してきました、さあ残り時間ギリギリまでキャラを悩むイオリ、おーしかしブライアン、 1B 側の渡辺選手がハイデルンちゃんブライアン、 2B 側の、ドシンキメガネ野郎がチョイクリスマチュア、さあそしてこのドシンキというプレイヤー間違いなく残り時間1秒までキャラを合わせてくることでしょう、まあ98はねこういうところが逆に魅力の一つでもあるので、なんかこう勝てない相手でもねキャラクターしっかり有利って思う組み合わせを当てればなんとかなったりもします。開幕ブライアン対チョイ、お互い空を飛ぶことでしょう、ウキウキガードをしてタックル無視してしゃがみし、下からウキで対空になるんだ、さあウキ4回からさすがになんとかかんとかで拾い直す、しゃがみしウキ、これしかしライフを一度リードしちゃうとチョイは逃げでもいいんだよっていう立ち回りができるので、かなりブライアンプライドを投げる、画面端までガメラで追っかけていくが、これはジャーの逃げ方がうまい、おっとタックル、さあウキが空中で入ると大ダメージ、チョイが立っていきます、出てくるキャラが入れる、開幕クロスカッター取り替えてしゃがみ合いしゃがみ合いから宝石、あ結構減るな、さあジャンプシーがガードしてガーキャン、ウキ入る、ちょっと拾いに腰をやろうとしたが残念ながらできず、ネクリっぽくネックローリングを狙っていく、さあ地上からのウキもガードして、まずは吐いてるゲージをもう一本溜めておきたいところ、おっとダッシュでもクロスカットはくぐれませんと、ジャンプめくれるがストームブリンガーをしゃがみしいで潰して、ドシンキのチョイがリーチをかける、さあチャン立ち入りガードしてガキャンジャンプに潰していく、これね、このウキに対して上から攻撃を潰していくとかなりやりやすいですからね、これはチャンに限らずダイモンとかユリでもできるんですけれども、攻撃がパパってしまうが逃げジャンプリを置いていた、チャンがだいぶ冷静になってきたかな、逃げしをもう一本止めたいが、まずはこのチョイを殺さなくてはいけない、しゃがみジャンプが浮きになってライフが6割ほどで、2番手の誰、あーひどい組み合わせ、よりクリス対ちゃんとなりました、あっとスクランブル出してぶっ飛んだところに粉砕劇がカウンターヒット、さあプライディングめり込んだ、
クリフはですね、チャンの攻撃をスライディングでかなり有利に切ってるんですけれども、今みたいにスライディングがめり込むとですね、あの大破壊投げとか、あとキンディの通常投げをチャンも当てることができるんで、そんなに全部のコードがノーリスクってわけじゃないですね。スライディングをしてジャンプ CD、 マイビー、これはちょっとジャンプで飛び越えられる。キンビーから破壊投げ入って残り時間が19秒。さあ圧倒的有利かに思えたこの組み合わせだが、渡辺選手が頑張る。ポッキングジャンプ潰れて残り時間10秒切った。さあ小ジャンプ繰り返して画面端ディレクションが当たる。ジャンプ前からフラット入って勝利をしたのはドシンキ選手。では代表決定戦を行います。リセットをしていただいて、ジョル選手対ドシンキさんですね。